みなさん、ごきげんよう。腐ったメガネはお嫌いですか？この番組は BLCD を3000枚聞いた BLCD ソムリエの篠先生による、 BLCD 好き、 BLCD に興味がある、 BLCD の世界に引き込みたい人に向けた BLCD 布教番組です。今回も篠先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。コメントをまた拾わせていただきます。はい、杉山紀明さんの BLCD ロストバージン第10回ショコラティエの恋愛条件にいただいたコメントで、同年代の男性声優の中で飛び抜けて BLCD 出演数が多く、森川さんの帝王の呼び名にちなんで一部で BL 界の皇太子と名高い畑野さんの出演作もピックアップしていただきたいですっていうコメントをいただいたので、今日は皇太子を選んできました。私、畑野さんほぼ知らないです。ほぼ知らないです。名前は知ってます、うん、そう、顔は知ってるんです。あ、そうそう、わかるわかるわかる。顔は有名。地下鉄の犬、原作が草間栄さんの漫画ですね。サラリーマンの篠田が会社帰りにコーヒーの匂いに導かれ入った先は一軒のタバコ屋兼骨董屋だった。そこで店主の朝倉と出会った篠田はひょんなことからお店に通うようになるのだが、はい、タバコ屋兼骨董屋からコーヒーの匂いがしたってことですね。ということです。難しい。コーヒー屋でもないし、畑野さんがタバコ屋兼骨董屋の店主朝倉っていう役をやってます。朝倉くんはゲイであるっていうことを理由にして親と疎遠になっちゃったのね。学生の時におじいちゃんに預けられて、おじいちゃんが亡くなった後そのままタバコ屋兼骨董屋を店主として頑張ってやっている。で、離婚したばっかりの中年サラリーマン篠田正明を千葉一心さんがやってます。だから年下攻めになるのかな。朝倉の店をね、コーヒー屋さんと間違えて入っちゃうわけですよ。店の前を通ったら朝倉くんがコーヒー自分で入れて飲もうとしてたと、喫茶店だと思って入ったら実はコーヒー屋じゃないんだよね、うん、すいませんコーヒー一杯って、ほんとすっごい自然に篠田が注文してしまうから、じゃあ、飲んできますかみたいな。この店はどんな店なの、タバコとコットをやっててって言ったら、ちょうど篠田が趣味で書いてる小説を原稿を入れてしまっておくための箱なりケースなりをなんかいいのがあったら探しといてくれないみたいな感じで、そのお店に篠田が通うようになるわけね。注文されたこんな感じのがいいんだよねって言われたものを一生懸命探してるのよ。でもなかなか見つかんない、はい、篠田が行くたんびにまだすいません見つかんないんですみたいな。そんなことをしてるうちにですよ、お店の片付け手伝ってみたりとか、ちょっと作りすぎたんだよねって言ってお弁当差し入れてみたりとか、そんな篠田のことを可愛い人だなって思ってるうちに懐いちゃうわけよ。居心地がいいから篠田も来るし、そんな中で朝倉は自分がゲイであると篠田に好意があるっていうのをバレちゃったっていうのかな。ごまかせないと、嘘つけないし告白をしてしまうわけね。ちょっとお店からこう避ける感じなんですか、避ける感じ、になってるところにですね、篠田は離婚した元妻、一緒に住んでたお家に自分の趣味で書いてた小説の原稿をね、忘れてきちゃってる、それを返してっていう電話を嫁にすると。嫁は原稿を持ってきてくれて、でその原稿を嫁も興味があるから中身を読んでるわけ。口があんまり篠田さん上手くないから自分の気持ちを結構小説に書いてたみたいで、もうちょっと前に私これを読んでみたかった、そしたら離婚みたいな感じにならなかったかもしれないわねみたいなのを嫁に言われ、今まで付き合った人だとか言葉に気持ちを出さない、ちゃんと言ってなかったなって篠田さんを考え直すというか、そこでですよ、篠田さん昔付き合ったことがあるのね、男の子と。大学生の時に、その時は篠田さんは攻めだったんだけど、相手の子を抱いてあげることができなくて別れてしまうんだけど、朝倉くんに告白をされたことだとかを反芻したら、もしかして昔付き合ってた人に対するのと同じ気持ちを朝倉に抱いてるのかもみたいなことを篠田さん悟りまして、朝倉くんの元へ走ります。今日は避けていた朝倉くんのところに走って、おお、って言ったところか、思いを伝えるぐらいの、めっちゃいいじゃないですか。一緒に聞いてくれるんですよね。はい、一緒に聞きます。嫁さんはもう気持ちはないわけですか？そこでもう一回やり直しませんみたいなのはないわけですか？まあ、ないないんだ、いい女だな、この設定で他で出てくる女の人って大体ちょっと嫌な人ぐらいですか？BL に出てくる女全然嫌な人だから、この原稿を返してほしければ早く慰謝料振り込んでみたいな。リンゴ投げつけたりしないですか？リンゴ投げつけたりしないしない。なんか珍しくいい人ですよ。そう、じゃあ嫁のところからにしよう。いい嫁そうだから嫁も聞いとこう。
じゃあ今日を聞いてもらうのは地下鉄の犬、トラック1なんだけど、トラック1だけでほぼメインのストーリーが36分で終わるのね。なのでそれの27分目ぐらいから最後までです。聞いていただきたいと思います。 GO！ え？なるほど、教えてくれたのは朝倉です。ああ、走ってますね。本当口下手だな。なるほど、これは骨董の話かなんかで来たわけですね。ああ、もうすぐ分かっちゃいますよ。で、ここでようやく上下が決まる。おめでとう。問題解決。問題解決。もうやります？もうやります？早くないですか？平気だよって言いました。嘘でしょ。はい、気持ちいい終わり方ですね。ルパン三世の終わり方。常連のおじちゃんがちょっと最後騒いでる感じも、なんかルパンみたいな、最後だわちゃわちゃ感と大団円のモノローグ。地下鉄の犬ってタイトルなんで、予想よりだいぶゆったりとしてます。もっとうるさそうじゃないですか。全然うるさくない、誰もうるさくない。タイトルも謎だなって思ってたんですけど、うん、地下鉄の犬ってなんぞやと、全部最後のモノローグで自己解決しました。あ、きっとそうだな、あ、きっとそうだな、あ、きっとそうだなみたいな。畑野さん、超可愛かったですね。あれで攻めですか？攻めですよ。どうやって攻められるんですか？元妻、いい女でしたね。こうグイグイ来るかと思いきや、あっさりと立ち去る、じゃあね、みたいな、ちょっとってすごいこと言ってましたね。何でしたっけ？仏壇？仏壇みたいに扱うわねみたいな。うん、初めて聞きました、その例え。私は手に馴染むかと、うん、私なんかそれもう自己完結しましたけど、きっと前半のどっかでことは手に馴染むのがいいとかなんか言ったんやろうな、うん、でその流れで抱きしめたか何かで、私はどうですか、あなたの手に馴染みますかという質問なんやろうな。聞いてないのにわかると思って、骨董屋と骨董屋に通ってる客だからこそ通じる話みたいな、うんうん、ここまでのストーリーの中でそういうのがいろいろ散りばめられてるから、可愛、うんうん、いっていうのが好きっていう意味かみたいなのもあったでしょ。わかりました。あれも篠田が自分の会社の女の子たちが何でもかんの、あ、可愛いって言うと、朝倉も可愛いっていうの表現を使うから、うん、みんなそう言ってるんだけど、可愛いってどういう意味なの、僕よくわかんないんだけどみたいな質問をするわけよ、うん、朝倉くんは僕はそれが好きだっていうことですよ。なるほど、すごい伏線。うわー、ちょっとごめんなさい、気づかなかった、悔しいなー。一心さん、絶妙なさびれ感出てましたね、うん、私ね、一心さんね、ほんと好きなの。おいくつぐらいの方ですか？今年51歳。これが撮った時が2011年、なんか9年前、だから大体さ、キャラと同じぐらいの年なんだよ。いい中年のさびれ感なのに、話してる内容ちょっと可愛めというか、うん、青春感じますよね、うん、モノローグのちょっとポエミーな感じ、うん、結構好きでした。普通のモノローグより詩的で聞きやすいかもしれないですね。原作が綺麗なんだろうなっていう想像がつきましたね、うん、BGM がいいから、 BG も多分すっごい原作の雰囲気を大事にしてる BG だから、原作もそういう感じです。くすまさかえさんの作品は大体こういう雰囲気。今日も篠田先生ありがとうございました。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは皆さん、ごきげんよう。